2020年7月吉田町川尻のレック静岡第二工場で起きた火災では爆発的な炎症も重なり消防士ら4人が死亡しました警察はきのう出火原因と見られる洗剤の管理を怠ったなどとして業務上過失致死傷などの疑いで当時の製造部長ら2人を書類送検しました今回の書類送検を受けてレックがきょう会見を開き

消火活動中の消防士らが死亡したことについては防火シャッターが降りているなどとして書類送検は不当だと訴えました。